ウッドデッキ Q&A、 ウッドデッキの耐久性は？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。ウッドデッキの耐久性についてご質問がありましたが、ウッドデッキの作り方やまた材質によってその持ちが違いますよね。そうなんです。今見ていただいているように、まず防霜シートを敷いて下からシロアリが上がってこないようにするとか、あとちゃんとピンコロの基礎をちゃんと使ってその上に置いて、ぐらつかないように安定した土台を作るとか、いろいろ工事の施工方法によって耐久性の持ちは違います。素人さんですとピンコロを使わないで直に地面に、材木の柱を立てちゃったりする人がいるんですが、そういうことをするとまずもうすぐにシロアリが入ってきて、もう早ければ 2,3 年でシロアリに食われてしまうようなことがあります。材料選びについては何かありますか？はい、よくホームセンターで売られている中国産の材木はもともと屋外で使うともう5年ぐらいで、腐って、しまう、そういう材料が多いです。あと国産の材料もいいんですが、輸入材でハードウッドという30年持つようなそういう材木も今は随分出回ってますので、もともと30年持たせる場合はそういう材料を使っていただいたらいいと思います。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301。 お電話お待ちしております。